より小さいメインステージジョイオープン最終日、1日競技、30日、ジョイゴルフクラブ光月コース、兵庫県、7039ヤードパー72、伊沢都市イケメンの息子とツーショット、写真、石川亮が2年ぶり19勝ち目を挙げた、ジャパンプレイヤーズチャンピオンシップバイ佐藤食品、で1打及ばず2位に終わった金子かける王、孝太、 が、嬉しい優勝を遂げた。レギュラーツアーはオープンウィークで、歴代賞金王の伊沢都志光や小田孔明らのマネジメント事務所、ジョイ、が大会を主催した。自称、日本一の草トーナメント、で地域一体となり大会を作り上げている。1日競技の草大会といっても、フィールドは豪華。伊沢、小田の他にも宮里優作や、 関西オープン、覇者の二十字高広、昨季二勝の平田健生ら、現役の賞金シード選手17名が出場した。レギュラーツアーのような顔ぶれの中、金子は9バーディボギーなしの63をマーク。2位の平田を振り切って初出場初優勝を飾った。このコースを回ったのはこの日が初めて。 知らないのが良かったのかもしれないと前半からドライバーを使ってバーディーチャンスを演出し、しっかり決められたとグリーン上もストレスなく18ホール回れた。ホールによっては左右に OB があったり、ドッグレッグもある。それでもドライバーを握れたのは、最近はドローもフェードもコントロールして打てるようになって、調子がいいんです、というのが要因だ。 今季は前週の2位の他、前衛への道井水のオープンでも6位タイ。賞金ランキング20位につけている流れもあって、つわもの揃いの1日競技で、今季初優勝を飾った。昨季賞金ランキング54位で初シードを獲得したが、浮かれることはなかった。 獲得賞金約1667万円のうち約980万円は3位タイに入った日本オープン1試合によるもの。僕の中ではたまたまシードが取れたと思っているとも振り返る。今年やることをやらないとシードを落とすなと自分で思っていたのでと、スイング面は目沢秀則コーチ、パッティングは橋本正和コーチと契約をしている。 徹底的に全体的な底上げを図った。今季は8試合に出場して予選落ちはなく、上位にも絡めている。ちゃんと成果が出て、ゴルフが良くなってきたのかなと思いますと、すべての面でレベルアップして、成績にも確信を持てている。次の目標は明確だ。レギュラーツアーで勝ちたい。4日競技でも1日競技でも、勝つのは難しい。 それができたことは次につながると思います。前戦の優勝を意識した中でのプレーも、意外とめちゃくちゃなゴルフにならなかった、といい緊張を経験できた。これまでやってきたことを続けるだけです。気になるウィークポイントはなく、目標のツアー初優勝への視界は良好だ。